花びらと葉っぱを拾っていた子供たちがリンクから出て、さあちょっと待たされたこのオクサーナ・バイウルが果たしてどういう演技になるでしょうか。現在ケリガンを追って第2位です。マイフェアレディ、サウンドオフミュージック、ウエストサイド物語、そしてコーラスライン、キャバレーと曲をつなぎます。さあジャンプに入ります。痛めているのは着地の右足です。大丈夫、大丈夫、トリプルルッツ。決まりました。しなやかな手、曲のテンポが変わります。最後の部分、曲がキャバレーです。決まりました。4分間終わった。何か涙をこらえるような表情。昨日のあの怪我、昨日は練習全くできず、今朝も練習は早めに切り上げました。ほとんどジャンプの練習しませんでしたが、この本番での演技、素晴らしい演技です。よくフリーの前日の怪我、涙が出てきました。
ここに来てコーチの顔を見てほっとして、2歳で父を亡くしました、14歳で母を亡くして、そしてこのコーチに引き取られました。ガリーナ・ズミエフスカヤコーチ、世界選手権の去年のプラハでの金メダルはあれよあれよという間、本人あまり意識しないままに取ったメダルでした。さあこのオリンピックの舞台ではテクニカルメリット伸びない、カナダ 5.5、 イギリス 5.6、 5.9 は1人だけチェコ、伸びません。ウクライナのオクサーナ・バイウ、そしてアーティスティックインプレッションが今度出ます。 5.9 が6人出ました。 5.9、 6人出ました。そしてこの時点で、あ、バイウルトップ、バイウルがトップに立ちました。アメリカケリが2、